はい、皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日もですね、新型コロナウイルスによって今起きていることということでお話をしていきたいなと思います。これからですね、夏がやってきて非常に暑くなっていくのにマスクをしなきゃいけないんかっていうことが非常にね、懸念されていますが、もしかするとですね、フェイスシールドという透明なね、このものをこう顔にかけてですねっていうものが、まあ、出てくるかもしれないですね。そのマスクよりまあ完全にね、これ周りを塞がれてないんだけど、まあ、自分が相手にうつさないとか、まあ飛沫だけを防止するっていうぐらいであればフェイスシールドっていうものでいいのかもしれないですね。だからあのフェイスシールドをしてマスクしなきゃいけないみたいな形に今なってますけど、まあ、そこまでをあのよりやると余計夏暑いので、せめてマスクじゃなくてフェイスシールドだけっていうようなことが、まあ、一般的になってくるといいかなっていうふうに思うんですが、そんな中ですね、最近面白い商品を見つけまして、それはですね、今クラウドファンディングに出ている商品なんですけど、そのバイクのヘルメットがですね、ちょっと IoT 化されたものっていうのがあって、バイクのヘルメットのとこのこの前のガードですね、フェイスガードのとこに、あの上のとこにですね、このヘルメットの後ろのところにカメラがついていて、後ろの映像がこの透明のところの上のところに映るってやつなんですね。まあ、車であればルームミラーっていうのがあって後ろの映像を映ることができるんだけど、で僕は最近ね、別の動画で話しましたけど、車の後ろのところにカメラをつけたので、ルームカメラではなくてルームミラーのところに後ろのルームカメラじゃないや、後ろの映像がルームミラーに映るっていうですね、あのリアカメラに変えたんですね。それと同じことがバイクでできるようになったわけですね。だったらこのフェイスシールドっていうものとヘルメットの間かぐらいの商品が出てくると面白いかなと思ってですね、完全にあの何そのバイク乗るわけじゃないからそんなに頑丈なものじゃなくてもいいし、上全部埋まってなくてもいいんだけど、だけどあのフェイスシールドよりは若干ちょっとIT が入ったもの、その例えばそれであの音楽が聴けるとか、例えばここに AR でね、何か物が映ってるとか、こういったものが出てきて、でそれがちょっとおしゃれで最先端だねっていう形になってくると、みんながねそれをつけようみたいな感じになるといいなと思うんですね。だからそのような商品が、今アップルがねフェイスシールドを開発してるとかっていうので、なんかそういうねちょっとただのフェイスシールドじゃなくて少し IT の、技術が入ったものが出てくると面白いかなということで期待しています。ということで、この動画見られている方で、そのヘルメットとフェイスシールドの間みたいなもので、さらにそこに IT が入ったもの、よかったら、AR とかですね、ワイヤレスイヤホンとかマイクとか、こういったものを組み合わせたものがあると面白いと思いますので、ぜひね、考えてみてください。ネットビジネスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。